この事故は、1990年5月18日に、フィリピンで発生した、航空事故である。二野焼の国際空港から、スリガオ空港へ向かっていた、アエロリフトフィリピン075便が、離陸時に、エンジン故障により墜落し、乗員乗客21人全員と地上の4人が、死亡した。この事故は、ビーチクラフト1900で発生した、航空事故としては最悪のものとなった。 事故機のビーチクラフト 1900C-1 は1988年に製造番号 UC-46 として製造された。075便には乗員2人と乗客19人が搭乗していた。乗客には北すり顔州パイラーの市長も含まれていた。075便は二の屋機の国際空港からすり顔空港へ向かう国内定期旅客便だった。 PST6 時22分、075便は滑走路13から離陸したが、その最中に第二エンジンが故障した。パイロットは完成塔に空港へ引き返すと伝えたが、機体は400フィートほどしか上昇しなかった。離陸から約1分後、075便は右に70度近く傾いた状態で空港から1キロメートルほどの場所に、あるマービル地区の家の敷地内墜落した。 墜落により登場者21人全員が死亡した。また、墜落した家に住む日本人男性とその妻、子供2人の合計4人も死亡した。この家に住み込みで働いていた19歳のメイドと飼い犬は救助された。遺体は事故から数時間以内にすべて回収された。目撃者は右エンジンから煙が出ていたと証言した。事故後、 アエロリフトフィリピンの保有する5機のビーチクラフト1900は一時的に飛行停止とされた。エンジンが故障した際にパイロットが適切な対処を行えなかったことが事故原因と推定された。また、故障が発生した際、着陸装置はまだ下ろされた状態であった。ありがとうございます。